こんにちは、森本です。本日は DJ 解説動画となります。よろしくお願いいたします。というわけでですね、この動画ではですね、世界中で活躍されている DJ であったりとか、今、本当に注目を集め始めた、新人ルーキー DJ などをですね取り上げさせていただき、そういった方のですね DJ 動画を見ながらですね、 DJ が何をやっているのかというところをですね解説させていただく動画です。それを解説させていただいている私はですね、世界中の、まあ、テクノハウス系のレーベルでですね、ヨーロッパを中心なんですけども、10枚ほどのですねシングルを、リリースしておりまして、今はですね東京で月に一度、イベントを行っております。で DJ をしておりますそこで、なので、本当にこうズブの素人が、語っているというわけではなくて、ある程度、知識を持った人間が喋っているので、信憑性をですね多少は持っていただければいいなと思っております。なのでこの動画を見ていただければ、これからですねクラブミュージックをたくさん聴いていって詳しくなりたいと思っている方であったりとか、今から DJ を始めてみたいと思っている方、 DJ を始めたけども何をやっていいかわからないという方なんかがですね、見ていただければ非常に役に立つ内容になっていると思いますので、ぜひぜひ最後まで見ていただければ嬉しいです。ではですね、早速動画を見ながらですね解説させていただきたいと思います。はい、今回ですね、ピックアップさせていただきました DJ はですね DJ コルトと言いまして、ポルトガルですね、ここをですね拠点に活動されている DJ となります。で今回ですね、このコルトも本当に非常にいい DJ なんですけども、この動画でですね私がもう本当に再認識したのは、人間がこう踊るためのもう本当に必要なものってリズムなんだなっていうところですね。まあもちろんそれは他の、ダンスミュージックの、DJ もそうですね、ヒップホップもそうですけども、ですがこのコルトのですね DJ を聞いてさらにそう思った理由は何かというと、彼がですねこの DJ で使っているサウンドがかなりこう原始的なサウンド、要はパーカッションの音であったりとかっていうところと、本当にリズムを刻んでいるだけで楽しくなってくるようなサウンドでですね DJ をしているところがですね、非常に私をですねそう思わせてくれた要因になります。なのでクラブミュージックをですねこれからどんどん聴いていきたいと思っていらっしゃる方、もともとクラブミュージックって要はダンスミュージックであり、もともとはそのブラックミュージックがルーツにあるんですけども、その一番最初の発端どこかっていうところになってくると、まあいろいろ諸説あるんですけど、私はレゲエ派なんですね。レゲエがこうニューヨークに渡ってきて、ブロックパーティーでそのレゲエのですね、ブレイクのところ、要はリズムだけのところ、今のブレイクとはちょっと違う発想なんですね。昔のブレイクってリズムだけで歌がないところとかを言うんですけども、そのリズムだけのところで、まあ、人がやけに踊るなということで、そのリズムをずっとつなげ続けていて、まあ、ヒップホップが誕生したみたいなことを言われてますよね。まあ、そこにラップを乗せてとかっていうような感じで、で同じようにですね、時は大体同じぐらいだと思うんですけども、でディスコミュージックの中でも要はリズムの方をですね強調して、リズムボックス、要はドラムマシンのドンドンという音と、ディスコサウンドのですね音をですねちょうど同じ、スピードですねかぶせてリズムを強調させていって、よりディスコがですね、まあ、ハウスに、変換していくんですけども、そこでどん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 、盛り上がっていき、でクラブミュージックの中でそのテクノなんかはですね、そこのもう要はリズムと、電子音っていうところをですね強調させたジャンルとして登場してきているので、私はまあそこが、ルーツだと思ってるんですけども、これはもういろいろみんな考え方があるので、これ見ていて違うよって思う人とか、私はこう思うみたいな人もいっぱいいると思うので、書いていただければいいかなと思います。まあそういった情報がですねこのコメント欄とかに増えて、こういうことをですね知識を増やしていきたいと思う方はですね、皆さんが普通だと思っている知識もですね実は普通じゃなくて、もう誰も知らないことであったりとかすることも多いので、書いていただければ、クラブミュージックをですね好きな人の、まあ、人口を増やしたりとか、そういった方のですね知識をですねさらに深めて、クラブミュージックの楽しみ方がこう増えていく、まあ、一端になれるので、ぜひぜひみんなで協力してクラブミュージックを広げていきたいなと思っております。なので私はそのレゲエ派ってところがあるんですけども、なので私結構そのブラックコーヒーとかのそのアフロハウスとかも非常にそういったルーツとですね重なるサウンドの部分があるので、もう私はこういう音を聞くと、まあやっぱりこうダンスミュージックって基本的にやっぱりこのパーカッションとかのそのリズムのアンサンブルなんだなっていうのをですね非常に感じてしまうんですね。でこのコルトがですねプレイしているところもそういうところが非常に強いサウンドで、みんながですねこう踊っているので、
この、あ、なんですかね、この踊り方であったりとか、この音楽の楽しみ方っていうところですね、まずこのクラブさん、クラブ系ミュージックのこの基盤としてですね、これからクラブミュージックを聴いていきたいと思っている方にですね、知っていただきたいと思ったんですね。なのでこれ以外にもですね、よりそのペレルであったりとか、例えば有名なところであったらエーフェクツインであったりとか、スケアプッシャーとか、いろんな、素晴らしい有名ボノボとかいますよね、有名な DJ であったりとかアーティストが、そういった方のそういったこう浮遊感あるものとか、ちょっとこういう原始的なサウンドではないですけども、リズムを構築していくものとかもいっぱいありますが、でも、まあ、ルーツというか原点はここなんだなっていうところをやっぱりちょっと知っていただきたいなと思います。なんて言ったらいいんですかね、漫才で言ってもなんかこう前衛的な漫才をしてる人とか結構いますけども、例えばダウンタウンなんか王道ではない漫才ですよね。でさらに言えば最近のその M1 とかでこう上の方に出てくる漫才師とかって、そんなこう王道な人ってあんまり多くないじゃないですか。でもその中で王道な漫才でミルクボーイであったりとか、ブラックマヨネーズであったりとか、あとはナイツであったりとか、そういったこう王道漫才もやっぱりこう未だに廃れることなく、もうすごいものだったら別にこう変わったことしなくて王道でもいいんだなっていう、そういった大竹誠さんのコメントであったと思うんですけど、 M1 のなんか審査員の時に、やっぱりそれをですね、すごくこういうサウンドメイキングの DJ を聞くとですね、思い出してしまうんですね。なので私もわりかしこうシカゴ系の、まあ、ゲット系のですね、テクノであったりハウスとか、どっちかというとこうブラックのこの原始的なサウンドで作られている音が、まあ、メインとしてすごく好きなんですね。それ以外も全然聞いたりとか DJ でも使うんですけども、やはりそこがルーツにあるからこそ、よりちょっとひいき目でこの DJ コルトをですね褒めてしまうところはあるとは思うんですけども、とはいえ今ですねクラブミュージックで流行っているサウンドでこう原始的なものを取り入れているものって、まあ、そんなに多くはないので、この DJ コルトをですねきっかけに、ちょっとこう原始的な、もう要はダンスミュージックのこうルーツになるような部分をですね、ちょっと感じていただいたりとか知っていただければいいなぁなんていうことをですね思っております。なのでこれからですね DJ を始める方とか、まあ今 DJ を始めたばっかりだけど、要はクラブミュージックの DJ で、まあ上手い DJ になりたいと思っている方とかは、こういったもう要は原始的なもので人は踊るっていうことをですね知っていただくと、トラックを買うとき、楽曲を買うときにですね、何をこうメインに買えばいいのかっていうところのですね、まあ指標じゃないですけども、その物差し的なところにですね使っていただければいいかなと思います。どんだけこう美しいメロディーであったりとか綺麗なアンサンブルであったとしても、それが本当に人を踊らせるのに適しているのかどうかっていうのをですねやっぱ考えていただいて、でこれで人がちゃんと踊るっていうところをですねこう確信できたものを、でそれでですね自分が好きな楽曲を連投すれば必ずお客さんって踊りますので、まあ、そこをですね、まあ、自分のこう耳を育てる意味でもこういった DJ のプレイを聞いたりとかして、まあ、踊るポイントとかをですね知っていただきたいなと思います。まあ、踊るポイントっていろいろあるんですけども、それは過去の私の DJ 解説動画でも結構いろいろ語ってるので、そっちが聞いていただければいろいろ詳しくなっていただけると思います。でそういった基準はいろいろあるとは思うんですけども、一番いいのは楽曲を聴いたとき、これからなんかいい楽曲ないかなと思って買おうと思っていろんな楽曲を聴いていたときに、こう一つのこうなんか不信感もなく疑問もなく、これは体揺れるなって思うものは、何かしらこう踊らせるですねエッセンスがですねしっかりと入った楽曲になりますので、そういったものだけですね買ってですねこう収集していけば、素晴らしいプレイリストになるとは思いますので、ちょっといいなぐらいで楽曲を買うとですね、私の場合はまあ間違いなくですね使わなくなったりとか、使ってもですねちょっと後悔したりとかすることもあるので、本当にいいなって思ったものをですねもう激戦して買うようにしております。なので例えばレコードもですねこう山のように視聴するんですけども、本当にその中で100枚ぐらい聞いて本当に10枚いいものがあればいいなっていうぐらいで買っております。本当にめちゃくちゃ視聴してもですね全然いいのに巡り合わないときはですね結局何も買わなかったりもしますし、ビートポートでもですね、まあ、いろんなこうアーティストがおすすめしているものとかもう端から端までですね聞くようにはしているんですけども、でもその中にやっぱり自分のツボにはまるもの、もちろん有名な DJ がピックアップしているので素晴らしい楽曲だとは思うんですけども、それをまあ自分のツボに入らなかったら、まあ、自分もですねいいプレイにはですね使えないので、なのでまあいろいろ聞きながら自分の中で本当にいいなと思ったものだけをですねこうピックアップするってなると、本当に端から端まで聞いて
10曲ぐらい溜まれば、10曲それ何曲聴いてるかってなると、多分本当に100とか200とか普通に聴いてると思うんですよね。それだけ聴いても10曲ぐらいこう見つかるかなぐらいになるので、本当にこういい曲をですね探そうと思う時にですね、自分のハードルを下げずにですね、高いハードルのままで本当にいろいろ聴いてですね、その中からいいと思ったものだけ、よりすぐって買っていただいてプレイするとですね、いいプレイにつながるんじゃないかなと思います。で、そのなんか審美眼を磨くためにはですね、こういった素晴らしい DJ の動画を見て自分が共感できる部分、そういったものをですねいろいろ見つけていくと、楽曲を買う時にもですね、その共感した思いがですね、なんですか、そういった気持ちだったりとか共感した内容とかがですね、要は言葉にはならない感覚的なところでなんですけども、こう頭によぎって、これは買った方がいいなとか、これは買わない方がいいなっていうその判断につながるので、ぜひぜひ有名な DJ、 素晴らしい DJ のですねプレイをたくさん聞いて、自分が感動した部分をですねどん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 溜め込んでいただければいいかなと思います。というわけでですね、今回の動画は以上となります。どうもありがとうございます。これからもですね、皆さんの役に立てるような動画を作っていきたいと思っておりますので、応援していただければ嬉しいです。それではどうもありがとうございました。